なんで俺を助けんのか知らねえが、ひとまず礼は言っとくよ。ニファさん、すいません。お手数をおかけしました。俺を助けに来たんだよな。何か企んでるんじゃねえよな。はあ、そんなつもりはねえよ。俺は巨人を駆逐したいだけだ。俺たちは何度も巨人と戦ってるからな。それだけの差だろ。歴戦の兵士と比べても大差ない。あいつなんであんなに強えんだ。すげえ、兵長やミカサとも互角。いや、それ以上にやり合えるんじゃねえか。頼んではいないけど、助けてくれてありがとう。ありがとう、フロック。あなたに無理を強いるつもりはなかったのだけど。ありがとう、エレン。今度は私があなたを助けよう。関係ない、たまたま近くにいたから助けただけ。私はエレンを守れればそれでいい。だから謝ることはない。強い、あれがケニー・アッカーマンの戦い方。エレン、見事だった。私もあなたに続かないと。すみません、ニファさん、来てくれて助かりました。正直、君が助けに来てくれるとは思ってなかったよ。ありがとう、フロック。エレン、ありがとう。君がいてくれてよかった。役に立てて僕も嬉しいです。一緒に頑張りましょう。うん、いいんだ。これくらいの無茶どうってことないよ。僕も頑張ればニファさんみたいに活躍できるかな。ずば抜けた判断力と戦闘力、あんな人がいたなんて。やっぱりエレンはすごいね。僕も君のように進み続けないと。すみません、選手長、わざわざ俺のために。すまん、フロック。やるじゃねえか、見直したぞ。いえ、早く片付けましょう。いや、俺は兵士として当たり前のことをしているだけだ。強い、俺もあれくらい戦えるようにならねえとな。中央憲兵っつったか、強えな。壁の奥でどんな訓練してきたんだ。頼りねえ男だとばかり思ってたが、意外にやるじゃねえか。助かりました。危うく命を落とすところでした。はい、目的を果たすまで死ぬわけにはいきませんから。さすが戦士長だ。僕じゃああはいかないだろうな。まだあんなに強い人がいたなんて。敵に回したら怖いだろうな。落ち着いて戦ってるように見えるけど、内に秘めた強い意志を感じるな。ありがとうございました。おかげでまだ戦えそうです。私は頼もしくなって。悪趣味な冗談はやめてもらえる？あんたの娘なんて死んでもごめんだね。やっぱり強い、あの人の協力があれば。当然だね、あの男ならあれくらいはできるって思ってたよ。ただの腰抜けかと思ったら少しは戦えるんだね。悪いな、フロック。お前に無茶させるつもりはなかったんだが、
お前が来てくれりゃ多少は状況も良くなるってもんだ。まあお前らよりはくぐってきた修羅場の数も多いだろうからな。まったくだ、こんなところで死に急ぐのは勘弁してくれよな。腕を上げたじゃねえかフロック、その調子でいけ。やるじゃねえかアルミ。あ、ミファさんか。何にて強いわけだ。すげえな、これが経験の差だとしたら、あの男はどんな経験をしてきたんだ。あの死に急ぎ野郎には負けてられねえ。何があろうとそれだけは変わらねえよ。すごい、あの人たちも憲兵団なんだよな。あんな動き見たことないよ。僕じゃとても真似できないな。フロックも頑張ってる。僕もやれるだけのことをやらなきゃ。すいません、ミファさん、おかげで命拾いしましたよ。助かったぜフロック。お前実は結構腕が立つんだな。すげえけどなんか怪しいんだよな。中央憲兵じゃ巨人との戦闘経験はなかったはずなのに、すげえな。フロックがあれだけやれるなら天才の俺が遅れを取るわけにはいかねえ。キース団長、申し訳ございません。ご飯抜きだけはご勘弁を。もし今日の夕飯を譲ってくれるなら、生き残るためのコツを教えてあげますよ。フロックも戦う姿がだいぶ様になってきましたね。すごいです。いいものを食べてるせいですね。羨ましい。ありがとうカーフェンさん。次は私が。無理させちゃってごめんねフロック。だけど助けに来てくれて本当に嬉しいよ。そういうわけには、私だって役に立ちたいですから。私なんてまだまだだよ。もっと強くならなくちゃ。ずっと味方でいてくれるなら頼もしい存在かも。ミファさんすごい。私も負けないくらい頑張らなきゃ。あの人強い。私もあれくらい戦えたらいいのに。お前の狙いが何かはさておき、今は礼を言っておく。へえ、よくわからねえやつだが、強えじゃねえか。あのおっさん、下品な面の割に恐ろしく強えな。へえ、フロック、お前なかなか根性あるじゃねえか。悪いなフロック、助けに来てくれるなんて嬉しいよ。そうか、ああやればいいのか。俺にもできそうな気がしてきたぞ。先輩にばかり負担はかけられない。俺たちも頑張らなきゃな。いつも淡々と仕事をこなしてかっこいいな。あんな強い人が味方してくれてるんだ。巨人を駆逐するのも夢じゃないよな。ごめんフロック、この恩はいつか絶対返すね。ミファさんはしっかり自分の役目を果たしてる。私も見習わなきゃ。フ
フロックがあんなに活躍してるんだから、私だってもっと頑張らなきゃ。来てくれて助かったよフロック、一緒に頑張ろうな。ああ、そんなのいいから早く任務を片付けて帰りてえよ。フロックだって、あいつもやるもんだな。確かに強いが、あの人の近くにいても助けてもらえるかは微妙だよな。すげえ、あの人の近くで戦いてえな。強いし優しそうだし。すまねえなリファ、だが無茶はするんじゃねえぞケニー。今さら俺に恩を売ろうってんじゃねえよな。よく間に合ったな、俺に用でもあったのか。お前を死なせちまったらハンジに合わせる顔がねえからな。てめえに死なれちゃ目覚めが悪いからな。軽口を叩く余裕があるならもっと真面目に戦いやがれ。ハンジのやつ、いい部下を持ってやがる。大層なご活躍だなケニー。やるじゃねえか、それだけの技術をどこで身につけやがった。来てくれたのかい。気の利く部下がいてよかったよ。手を貸してもらって感謝するよ。君はやっぱり優秀なんだな。すみませんキース団長、危うく食われるところでしたよ。よく来てくれたねエレン。君の力を頼りにさせてもらうよ。大事な部下を助けるのが余計な手間のはずないだろう。忠告は一応聞いておくけど、お互い様じゃないかな。団長は人類復権の要ですからね。倒れられては困ります。すごいじゃないかニファー、その調子で頼むよ。よく働いてくれてるね。彼女も生き急ぐタイプかな。さすがはキース団長、巨人に勝つにはやはりああいう人がいてくれないと。ひとまず感謝しておこう、おかげで死なずに済んだ。無事ならそれでいい、まだ油断はするなよ。よくやったニファ、ハンジも鼻が高いだろう。突撃するばかりかと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。よく働いているようだが、あの男どうも似合う。少しは使えるようになったなニファ。まあ俺の実力には遠く及ばないが。嘘だろ、リヴァイ兵長以外にあんな動きができるやつがいたってのか。そんなに強いんだから調査兵団に入ってくれたらいいのに。兵長と一緒なら憲兵団もいいけど、ありえないでしょ。あれが中央憲兵まで上り詰めた兵士の実力ってわけか。確かにすごいかも。あの人何か違和感は拭えないけど、結果を出してる以上は何も言えないな。驚いたな、平凡な兵士ではないとは思っていたが、ここまでとは。やはり熟練の調査兵ともなれば、あれだけの活躍ができるものなのか。
いい動きだな、ニファ。ハンジさんに仕込まれたのか？すごいな。あの素早い動きは兵長にも負けてないんじゃないか。ニファ、巻き込んですまなかった。でも来てくれて助かったよ。助け合うのは当然だろう。同じ班で戦ってきた仲間なんだから。さすがはキース団長、分隊長が信奉するだけあるな。いいぞニファ、私も負けられないな。頑張ってるなフロック。だが油断してはダメだぞ。彼の動きには全く無駄がない。まるでリヴァイ兵長を見ているようだ。いい腕をしてるね。調査兵団に移籍する気はないかね。キース団長自ら救援に来てくださるとは、感謝します。じゃあいつか入れてもらおうかな。人類が巨人に勝利した後にでもね。あの腕で実戦経験を積めば優秀な調査兵になれるだろうな。いい反応だな。あの子ならこの戦闘も生き残れそうだ。へへ、優秀なんだね。中央憲兵を見くびってたよ。素性の知れない男だけど、どうやら腕の方は本物らしい。キース団長、来てくれたんですね。足引っ張っちまってすみません。驚いたな。あんな動き、調査兵でもなかなかできねえぞ。やるじゃねえか、ニパ。ハンジ班には見どころのある奴が多いな。おいおいおい、あのヒゲ男、恐ろしく強えじゃねえか。救援、感謝いたします。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。いえ、この程度。部下として当然のことです。助けられる命であればわざわざ見捨てる必要もないだろう。お見事です、キース団長。その強胆さを見習わねばなりませんね。得体の知れない男ではあるが、一財であるということは確かだな。ニファ、よくやってくれた。今後も活躍に期待しているぞ。いい顔になったな、エレン。覚悟を決めた者の顔だ。すまねえキース、世話かけちまった。しかしお前はやっぱり頼りになるな。俺を助けに来てくれるとは、頼もしくなったもんだな、エレン。気にすんなって、こういう時こそ助け合わねえとな。キース、さすがだな。その肩書きは伊達じゃねえってか。若くはねえだろうによく動けるもんだ。俺も気張って戦わねえとな。いいぞ、フロック。中東兵だったやつでも戦力になるってとこを見せてやれ。エレン、強くなったな。お前ならやれるって信じてたぜ。あの若さであそこまで戦えるとは、やはり調査兵はたくましいな。駐屯兵団から転属した新兵だったか。あの調子で頑張ってほしいものだな。信頼に足る人物とは言い難いが、戦力としては申し分ないようだな。いい腕だな。駐屯兵団に欲しいくらいだ。今さら憲兵団に行ったら死んだ仲間に顔向けできないよ。精鋭班にも劣らない動き、さ
すがは中央憲兵様というわけか。勇敢だなフロック。私も負けてはいられないね。尊大な態度にさえ目をつぶれば優秀な兵士には違いないようだな。あいつも調査兵か。なかなかやるじゃねえか。ブロックか。あれだけ戦えるなら駐屯兵団に呼び戻したいもんだな。掴みどころのない男だが戦闘に関しては有能なようだな。さすがは中央憲兵、駐屯兵団制覇にも劣らん強さだ。あの兵士フロックと言ったか。なかなかの働きだ。覚えておいてやろう。あの男信用してよいのかは疑問だが、あの力は利用できそうだ。助かったぞ。さすがは中央憲兵といったところか。同じ憲兵団とはいえ、俺はお前の上官ではないと思うが。指揮系統が違うとはいえ同じ憲兵だ。これからも協力していきたいものだな。さすがに腕が立つな。中央憲兵にまで上り詰めただけはある。強い。中央憲兵はあんな男を隠し持っていたのか。何なんだあの男は。一体どんな訓練を積んできたんだ。さすがは調査兵団の団長、巨人との戦闘には慣れているということか。お前が助けに来てくれるとはな。恩に切るぞフロック。お前を見殺しにできるわけないだろ。俺たちは仲間なんだからな。すごいぞフロック。俺も負けてはいられないな。あれが中央憲兵の実力なのか。他の憲兵たちとは格が違うな。あれが調査兵団の実力か。やはり壁外での経験の差は大きそうだな。え？何よあれ。中央憲兵ってあんな化け物ばっかりなの？すごい。ただの変なおじさんじゃなかったんだ。なかなかやる。しかし訓練兵団を卒業した正規の兵士とは雰囲気が違うな。悪くない動きだ。若いなりに経験を積んできたようだな。特に見どころのない男だと思っていたが、着実に力をつけているようだな。いいえだ。以前よりも肝が据わったようだな。巨人相手でも中央憲兵は強いんじゃな。感謝する気持ちがあるなら後でうまい酒でも持ってくるんじゃな。少しばかりちょっとつ盲信の嫌いはあるが、やはりその腕前は本物じゃの。あれが中央憲兵の実力ならば、わしは少々侮っていたかもしれんな。あの男気にはなっておったが、なかなかどうしてやってくれるの。よく来てくれた。さすがに腕が立つな中央憲兵は。私とて助ける価値のない者まで助けるつもりはないがな。あれが中央憲兵の力か。やはり侮れんな。
あの勇敢な戦いぶりが調査兵団の戦果につながると良いのだが。なるほど、奔放な戦いぶりだが逸材には違いないようだな。